で、ここまでは不定積分と定積分っていうのは何の関係もなかったわけ。名前が似てるだけで。定積分っていうのは面積のことだったし、不定積分っていうのは微分したらそれになるやつとかっていう、なんか屈折した定義だったわけね。で、実はその2つがほぼ同じものだっていうのを最後のセクションで言おうと思うんだけど、その昔ならではの微積分の授業の中では、これが授業の中で一番大事なものとされていたようです。微分と積分は関係があるっていうことで、僕はなんかそのテーラー展開が一番大事みたいに言ってるんですけど、まあ、本当数学としての理論構成から言うと、この定理が一番大事だということになっています。それだけに名前もついていて、微積分学の基本定理っていうんだけど、これは教科書で言うと94ページに載ってます。まあ、ちょっと最後まで言った時に納得してくれるかなと思うんだけど、まず定積分を考えて、定積分の微分を考えようみたいなことをやろうと思ってるんだけど。文字 F の A から X までの定積分っていうのを大文字 FX と置こう。つまりなんか F っていう関数があった時に A から X までなわけね。X を変えるとここの面積も変わるから X の関数で、こういうふうに定積分を置こう。で、これの微分を考えたいんだけど、微分っていうのはこういうやつの極限だよね。ちょっとチョークをだいぶ消費するんですけど、これを定義に戻って書いてみるとどうなるかっていうと、これが定義だから、1個は A から始まって X たすデルタ X までだから、まあ、こうなるわけね。ごめんなさい、T で書いてましたね。ああ、もしかしたらここでちょっと悩む人がいるかも。さっきから積分って言ったら必ず X で書いてたんだけど、それはどんな文字を使ってもいいのね。こういうところのこの記号のことなんだけど、ここはこの文字とこの文字が揃ってたらどんな文字使ってもいいよ。それを動かして変化させます。横軸が何軸ですっていう。横軸に何軸っていう名前をつけてもさ、最終的な面積は変わんないじゃん。だからこの文字は別に何でもいいのね。例えばだから C 言語的に言ったらさ、for 文のところでさ、 i を使っても j を使っても変わんないじゃん。そういうなんか自己完結してる関の変数なのね、この x って。だから今それ t を使ってる。で、こうなんだけど、
ここで、実は僕は行き当たりばったりに授業をしていたわけではないっていうのが分かってもらえるかもしれないんですけど、ここでさっきの性質 10.2.2 を使うのよ。10.2.2 の性質を使うと、次の行に行くとこで 10.2.2 を使うんだけど、 10.2.2 って何だとかっていうと、ああいうふうに区間を分割して上下を逆にしたらマイナスがつく、その2つだったわけで、今僕はこの上下を逆転させたい、だからここを XA と書く代わりにここをプラスにするということを行う。でさらにもう一発 10.2.2 が使えて、なんで僕はそんなことをしたかったかっていうと、ここで言ったんだけど、1項目の上端と2項目の下端が一致するとつなげられる。で、こういう中間地点がこことここに出てきてたらつなげられるっていう性質があるわけだけど、今そのつなげられるようになったわけ、これとこれが。あれ？あ、ごめん、間違えました。これとこれがつなげられるようになったわけ。ここでもう丸をつけておいてよかったね。こことここがこう一致したらつなげられるっていうのがあったんだけど、今1項目と2項目がちょっと逆になってるんですけど、これつなげられる。だから X から X たす DX までの FTDT となる。いいかな。これもさっきの使う例ですかね。便利でしょ。こう2個あるときにこことここがこう引っかかるようだったら真ん中忘れて両端つないでいいっていうことだから。でもう一発ここで 8.2.2 じゃなくて 8.2.1 を使うんだけど、その何かっていうと平均値の定理だよね。あ、8じゃなくて 10.2.1 を使うんだけど、それは平均値の定理で、このデルタ x 分の1はほっといて、ここのところをこう書き換えていいっていうのがルールだったよね。これ引くこれかける f なんとかだから、かける FC。 ただ C は X と X たす DX の間にある。そうするとここはこう割り切る。ということは何を言ってるかというと、デルタ x を0のに近づけると、これはここの間隔が狭まっていくから結局 fx になるわけ。つまり c は x に行くから、だから F は F の原子関数だっていうことが分かった。だってそうじゃん、ラージ F 微分するとスモール F になるんだもん。こうなると、定積分っていうのが原子関数を使って計算できるようになったわけよ。
定積分の計算法なんだけど、アルファからアルファからベータまでの fxdx を計算したかったら、これは一旦 a からアルファまでと、a か、ごめんなさい、 a からベータまでと A からアルファまでに分ける。まず一旦。これはまた 10.2.1 を使った。で、そうするとこの各々のやつっていうのは、実はこれは F ベータ引く F アルファ。ね、ここでそう定義したもん。だから、で、これのことを、まあ、実はこういうふうによく書くわけね。だから今まで定積分っていうのは面積だから絵を描いて頑張って面積計算しろみたいな指令を出してたんだけど、絵心がない人にもできる方法ができた。それは何かっていうと、こういう定積分を計算しろって言われたら、まず原子関数を考えておいて、で、それの上端と下端との差を取ったらいい。だから、例えばなんかこんな問題が出たとしたら、あ、間に合わなかったね。これの原子関数を求めるとこうなるから、こうやってここでの値を入れて、まあこういう計算をしたらいいよね。今日すごい頑張ったんだけど、多分ね、演習問題まだ解けるもの少ないと思うわ。範囲カバーしきれてないから。でね、明日のクイズ、明日のクイズは、あそこに書いたんだけど、あの公式の範囲、この範囲の、不定積分を求めなさいっていう問題。あ、原子関数を求めなさいっていう問題。だから典型的には x2 乗の原子関数を求めなさい、まあ、そういう問題だね。あそこに入って書いてある公式の範囲でできるそういう問題を出そうと思います。